日本から飛行機でおよそ4時間東南アジアの国フィリピン。人口の3割が15歳以下。著しい経済成長を遂げる首都マニラですが、その陰で貧困に苦しむ人たちがいます。そんなスラムの子どもたちと一緒に人生を歩くことを決めた関西出身の女性たちがいます。その時はずっとこうやって続けていくなんて全然思ってなかったんですよ。まずはやってみようと思って。彼女たちが手掛けたのはスラムの子どもたちがモデルとなるファッションショー。与えるだけじゃなくって、その人と一緒に何か作るもの、みんなが主人公にもなれるし体験できるファッションショーにします。さらに子どもたちの夢を実現するために彼女たちが新たに挑戦したのは、無償で教育するファッションスクールの開校でした。しかし、できるかな。新型コロナウイルスによる渡航制限、ファッションショーもスクールの開校も延期に。それでも再開を信じた彼女たち。かわいそうとか思わないですか？うん、思ったことは一回もないですね。かわいそうじゃなくて、共に生きていきたいな、うんうん。貧困時のファッションスクール、開校までの1000日に密着しました。マニラ北東部にあるスラム、パヤタス地区。ここにはかつて巨大なゴミ山がありました。政府や海外からの支援が入る今も、住民の多くはゴミを売って生計を立てるスカベンジャーと呼ばれる人たちです。明るく人懐っこい子どもたち。しかしその暮らしは決して楽ではありません。昼間でも薄暗く風通しの悪い家。ここに7人が暮らしています。家計を支える母親のアナリンさんもスカベンジャーです。部屋には大量のカバンが置かれています。アナリンさんは毎日ゴミを拾ってきては直して売っています。夜、カバンを売りに出たアナリンさん。向かったのは路上のマーケット。今日はここでカバンを売るようです。するとすぐに人だかりが。次々にカバンが売れていきます。その時サイレンが鳴り響きました。並べていた商品を慌ててしまう人たち。
ここはいわゆる闇市、取り締まりの警察がやってきたのです。今日はまずまずの売り上げ、たくさん食料を買うことができました。そして子供たちが待つ家へと帰ります。そんなパヤタスで活動する西川あゆみさん、大学3年生だった2015年に初めて訪れました。どうしてフィリピンなのかっていうと、もともとのきっかけはインターネット、アジア貧困って調べてみたらマニラっていうのが出てき、フィリピンマニラが出てきたので、そこで何かすごくめちゃくちゃ直感タイプなんですけど、あ、なんかここでしたいと思って。2020年2月、今日も一日ハードだと思うんですけど、ファッションショー、今日がファッションショーなんで最後までやりきって頑張りたいなと思います。西川さんは毎年スラムの子どもたちと一緒にあるイベントを開いています。スラムの子どもたちがモデルとなってランウェイを歩くファッションショー、ディアーミーです。みんなにとってもその自分が体験しないと何も変わらないんじゃないかなと思って、でそこでじゃあみんなが体験するプロジェクトってなんだろうって思った時に、ファッションショー、みんなが主役になる、みんながランウェイを歩くファッションショーがベストなんじゃないかな、面白いんじゃないかなと思って。西川さんは2019年に会社を退職、ファッションで世界を変えたいと NPO 法人 Dear Me を設立しました。友人や関西の大学生らがメンバーになってファッションショーを盛り上げてくれます。もっと新しいことしたいなって思った時に、自分が好きな服のことで何かできたらいいなと思って、みんなが環境とかに左右されずに、もっと自分のやりたいこととか好きなことに自信を持って取り組んでもらえるようなひとときをちょっと作れたらなと思って。オリジナルコスチュームに着替えてメイクアップ、ファッションショーが始まりました。緊張が嘘のように胸を張ってランウェイを歩く子どもたち。一人一人がファッションショーの主人公です。本当にファッションで何か子どもたちを輝かせたりとかできるのかなって思ってたんですけど、実際にファッションショー開催してみたら、もうみんながキラキラに輝いて、次はいつやるのみたいな、この活動は続けなければ意味がないんだっていうふうに思って。神戸市生まれの西川さん、おしゃれが好きだった祖父の影響で子どもの頃からファッションが大好き。しかし高校生になると勉強や部活に励む周りとは違い、夢や目標のない自分に劣等感を感じていました。そんな西川さんを変えたのがファッションでした。この3冊は学生時代の時に作ったストリートファッション誌になっていて、自分で海外を一人旅しながら出会った、おしゃれな人たちを取りまとめた。一人で世界を旅しながら道行く人をシャッターに収めた西川さん、ファッションのおかげで
初めて夢中になることができました。今人生が楽しいってこうやって夢を持ててることってファッションだったり周りにいる人たちがそうさせてくれたと思ってるので、次はファッションと周りにいる人に私は何としてでも貢献したいと思って。ショーの途中ある計画が明かされました。スラムの子どもたちを無償で教育するファッションスクール、ココラボの開校を決めました。ファッションショーでランウェイを歩いてスポットライトを浴びても、ファッションショーが終わればスラムと呼ばれるようなところに戻っていくわけで、夢に向かって挑戦するっていうすごいハードルを感じたので、一緒に越えていけるようにしたいなと思ったのが、ファッションスクールを作ろうと思ったきっかけになりました。西川さんがスクール開校のパートナーとして選んだのは京都市出身の小村萌さん。旅行会社の駐在員としてマニラで暮らしていた小村さん、ストリートチルドレンを支援するボランティア活動で西川さんと出会いました。子どもたちとずっと触れ合ってきて、何か自分でできないかなってずっと考えていたんですけれども、ただ何ができるのかっていう形をなかなか自分の中で見出せないところにすごいジレンマを感じていて、やっぱりボランティアだけでは変わらないなってすごく思ったので、なんか本当に世界を平等にしたいっていうところをするのはやっぱり自分の人生かけないとダメなんだなって思ったし、これが私がなんか探してた形だなのかなと思って。スクールの開校は7ヶ月後の9月、家賃など年間500万円ほどの費用が必要です。をそのガラス張りにこうミラーつけて、ここでここの壁をこれ取っ払えるんだっけ、聞くって言ったから後で聞こう。ここに決めました今。決めました。はい、まあ一つ、はい、ステップは踏めたかなと思います。本当ここからですけど。しかしスクールの物件も決まり帰国した矢先、新型コロナウイルスのパンデミックが発生。わずか2ヶ月後日本でも緊急事態宣言が出され、スクールの開校はおろかフィリピンへの渡航すらできなくなりました。現地の子どもたちの様子は正直全然聞けていなくて、っていうのもその現地で連携しているスタッフたちももうみんなロックダウンしてるので、いかに今の時期をポジティブに考えて未来のためにどう動くか、どう考えて生きるかっていうのが多分これからの人生を変えていくことだと思っているので。2020年5月、小村さんと久しぶりに会うことができた西川さん。目安としてまた決めときたいの、なんかその、うん、今まで9月と思って走ってきたのがこう延長ってなったら一応ここっていう、まあ、4月なら4月とか、うん、できるかな。フィリピンへの渡航ができず、せっかく契約した物件は解約されてしまいました。コロナウイルスの影響とか影響によって、で今年の9月に開校するのは厳しいという判断をしまして、今年の夏ぐらいには渡航できて、行けるだろうと思っていたんですけど、コロナウイルスがより深刻だというか、でかつ日本よりも現地の方が
今すごい感染が広がったりしていたり、死者数もすごく増えているので、子どもたちとかその現地で協力してくださる人を集めれない、集まらすことが危険なんだなっていうのがもう毎日ニュース見てるたびに思ってきたので、感情的にはなんか延期したくなかった自分も正直いたんですけど、でももうそんなことは言ってられない、しないとダメだなって思いました。先が見えない中、一体何ができるのか不安が募ります。その年の秋、大阪にやってきた小村さん。ロックダウンを繰り返すマニラでは感染対策の物資が手に入らず、深刻な事態になっていました。そこで洗って繰り返し使える特殊なマスクを開発した大阪市の企業にマスクの提供を依頼しました。ダンスが好きな子どものために動画の撮影も引き受けてくれました。フィリピンの子どもたちがね、まあ感染して苦しむっていうことがないようにね、我々のものでしてあげられれば、まあ、我々も非常にそれはもうハッピーな話で、私たちだけではできないことっていうのがやっぱり企業様と連携することでできたりはするので、一緒に作り上げていくみたいなところがすごい嬉しいです。年が明けた2021年、神戸三の宮に西川さんの姿がありました。同じ形なんですけど、全部生地がこれも全部違って、あ、そうなんです。そう、西川さんが経営するファッションブランドココです。売上の一部でスクールを運営し、卒業した子どもたちを雇用しようと立ち上げました。ファッションスクールの開校っていうのはやはりそのコロナでずっと延期になってしまっていて、見通しはついてない状況ではあるんですけれども、資金が必要なのと、あとそのファッションスクールを開校した後の卒業した方たちの雇用先として、しっかりここが受け入れをできるように、それまで このブランドを日本国内で成長させていきたいなと思って。そしてディアミーの学生メンバーも。こんばんは。本日はお忙しい中、 NPO 法人ディアミーが主催するオンラインイベントタイムレスワース共に作るサスティナブルライフにご参加いただきまして誠にありがとうございます。皆様にとって有意義なひとときになりますよう心を込めて努めてまいります。どうか最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。 SDGs に取り組む企業やインフルエンサーを集めたオンラインイベントを企画。はい、現在でも、オーガニックコットンや再生繊維を使用した製品はあるんですけども、フィリピンに行けることを信じてスラムの現状を訴え続けました。チャリティーショップでの売上金はフィリピンの子どもたちのための活動に寄付されます。子どもたちが夢を描き努力する環境を作っていければいいなと思っております。しかし、まあ今日で寂しいことに、あらま、予定生が卒業ということで、ということで、悲しい、学生メンバーの中心だった4年生たちが今日で卒業。最後まで目指したフィリピンには行くことができませんでした。この1年間結構フィリピンに行けるか行けないかっていうなんかちょっと不安定な状態だったり、フィリピンに行きたいって言ってくれるメンバーとかもすごく多い中で、なんか大変なこともあったけど、なんかみんなとこうやって活動できてすごく幸せだなって思います。フィリピンも行けなくなってしまっ
ってすっごい複雑な気持ちだし、もうこの世代、このみんなとだからこそ最後絶対行きたいって思ってたんだけど、まあ行けなくて、でもなんかだからこそまだ終わりじゃないのかもって思ってるっていうか、また一緒にやりたいなって思ってます。バクテリアが食べて分解してくれて混ざってるから茶色色になってるわけです。渡航制限から2年が過ぎたこの日、コロナの水際対策が緩和され、念願のフィリピンへ。そうですね、2年4ヶ月ぶりです。子供たちが住んでるエリアもいろいろ変わってるかもしれないし、私たちがもともとその交流をしていたファッションショーに出てくれていた子たちも、住んでない子もたくさんいるかもしれないですし。向かったのはゴミ山の町パヤタス。子供たちと久々の再会。コロナ禍はスラムの生活に大きな影響を与えていました。ランチタイム。おぽぽおぽ。Nakailan ka na? Hirap. Bale, isang beses na kami kumakain. Tapos, ano, just once a day. Kai, talaga? そんな状況でもスラムの人たちはディアミーのファッションショーを楽しみにしてくれていました。ハッピーハッピー。 So you will come to ファッションショー。Saya ako na sumasali sa ano, gaya ng model. In the future, for Nanay, like what kind of person can find? Big model. Big model? Yes. モデルになってほしい。モデルさん。Yeah.
2022年9月再びマニラを訪れた西川さん。そうなんです、やっと先月なんとかこの物件見つけれて、はい、でそうですね、一番この結構ここも広いお部屋があるのと、見どころとしてはこういった、はい、スペースとかもあるので、なんでしょう、子供たちといろんなアクティビティとかもしやすいかなというふうに思っています。スクールの開校は2023年2月に決まり、説明会を開くことになりました。どういう、まあ、未来を目指して一緒に学校を作っていくのか、あとじゃあ実際に学校で何を学べるのかみたいなところを紹介する資料です。資金がない中、協力してくれるスクールの講師やパートナー企業を探す西川さん。日本で数多くのタレントやモデルのヘアメイクを担当してきた美容師の安藤さんを訪ねました。ファッションデザインとかだとハードルが高いですし、私たちも設備がまだまだちょっとないので、カバンとかそういう雑貨を作るまずコースを出したいなと思っていて、でそこには美容コースっていう形で一緒にできたらなと、なんかできることがあればやりたいですね。彼女たちがやっぱそういう、ね、パンデミック中でも諦めずにやってらっしゃるっていうのを後からというか、まあ終わってから聞いて、おお本気やったんやっていうのはめちゃくちゃ自分も感銘を受けたので。今年1月、開校ギリギリまで支援企業を探す西川さん。手を挙げたのは東京のアパレル企業で国内に4つの縫製工場を持つマルチョ。西川さんの思いに共感して10台のミシンを提供してくれることになりました。一番お手伝いして相手先が喜ぶことは、本当におかげでもミシンの提供ですね。仲間が仲間を呼んで、なんかその輪を広げられたらいいんじゃないですか。今年2月、3年ぶりのファッションショーです。ボランティアが作ってくれたファッションショーのコスチューム、子どもたちが自分でデザインしました。そしてもう一つプレゼントが、神戸を中心にアート活動を行う学生たちが T シャツのプリント体験を用意してくれました。よいしょ、はい、置いて、はい、世界に一つだけの自分の T シャツです。一人の女性が西川さんに声をかけました。
ココラボの1期生になるジャナさんです。貧困や厳しい境遇に遭いながらも前を向く彼女の姿に惹かれ生徒に選びました。At a very young age, I also work as a maid. At the age of 12 years old, I work as a maid from other places. Before I gave birth to her, I saw something that I hope that she will work when I gave birth to her. But suddenly she died. Because of sewing and something, you know, that like that, it saves me. Because they are asking us, like, why are we decide to choose you? No. And then we answer, like, because you have so many difficulties in your life, actually, I think. But your heart and then your purpose and then your heart is very strong. Yeah. 私がこのココラボを作ろうと思ったのは、その数年前に出会った女の子の中で、こうやっぱり学校に行けなくて、10代半ばになって、学校中退して10代半ばで働く先がないから、こう性風俗の道しかも進むことしかないっていう、なんかそういった仕事が悪いわけではないけど、あまりにも選択肢が少なすぎるっていう、もう少しこういろんな人生の選択肢っていうのを一緒に作っていきたいなっていうふうに思います。3年ぶりのファッションショーはマニラ市民の憩いの場リサール公園で開催されることになりました。ここが今回のファッションショーのランウェイです。みんな早速ウォーキング。ファッションショーには日本や海外からも観客がやってきます。Yes, we know. We come from the fashion show. Thank you so much. Where are you from? Belgium. Belgium, yes. But you live here, do you live here? No, we are a tourist. いよいよファッションショーの開演です。
queen. ファッションショーを終えた夜、開校を明日に控えたココラボに向かいました。めっちゃいいよ。やろう、めっちゃいいよ。なんかさすが結構その業者いいよな。これはこれはあのマルチョウさんからご寄付でご協賛でいただいた工業用のミシンになります。ここに5台とあと上にもまた5台、合計10台。子どもたちに夢を与えたいと計画したファッションスクール、気がつけば3年の月日が過ぎていました。自分自身もできるのかなと結構不安があったんですね。こう自分自身に対して自分がこうそれぐらいの、まあ、器というかできるかなみたいなとかもあったんですけど、少しずつ形になってきたことが自分の中でもこう自信につながってっていうのはあります。3年前に開校してた時よりも多分今の方がいろんなこう物件もだし先生もだし、もともとよりもこういい方というか、なんかいい機会に恵まれてるなっていうふうに思うので、なんか必然だったのかなっていうふうに思います。スクール開校の日、開かれた式典にはスクールの開校を支えてくれた人たちの姿が。そして初めてデザインの授業が行われました。さかにのディテール、depende na sa inyo kung paano nyo i-detail yan. Mostly lines, etc. Then color, when you color, it should be lang wash, etc. More easier than you focus on the rules, details. するとミシンを提供した長谷川社長からこんなサプライズが。ここにいるみんながここを卒業して、ね、そしてもし来たかったら日本の私の会社工場に来てもらって、メイドインジャパン技術を学んで、そしてまたフィリピンに戻ってきて、それをフィリピンのでもっと発展させていく、それのお手伝いができたらなと思います。思わぬ誘いに子どもたちは。ココラボにはいろんな可能性が秘めていて、なんかこれからこの1ページを通してこの先にある未来が多分ねすごいたくさんあると思うので、それを一緒に何だろう、気づいていきたいなって思います。I feel happy and a little bit nervous, especially at the part that I was being able to speak in front of many people a while ago. I can make designs, produce clothes so that everyone could wear a beautiful shirt. 生まれた場所とか住んでる場所に関わらず描いた夢に向かってこう夢中になれる。で、自分自身の人生を大切にする選択肢がみんなが取れるような場所にしたいな。彼ら彼女たちと向き合うことがまたその一つ社会と向き合うことだとも思うし、向き合い続けることで
わからないけど、もしかしたら未来の何か光になるかもしれない、一人一人と向き合う覚悟を改めて持ちたいなっていうふうにも思います。3月、フィリピンから戻ったディアミーのメンバーがトークショーを開きました。先月フィリピンでファッションスクールを開校したんですけど、でそこもちゃんと持続可能に回せないので、2年後に彼ら彼女たちは卒業するんですけど、雇用の道をいろいろ作っていくっていうところが、次の挑戦になるかなと思って。ファッションで世界を変える、彼女たちの活動はまだ始まったばかりです。そうですね、こう写真を見たらいろいろ蘇ってきます。 2,3 年前は学校を開校することがゴールだったんですよ。だけど今回開校をしてみて、これがゴールじゃないんだなっていう、また新しくやりたいことだったり、やるべきことっていうのがこうわーって出てきて、私が今やっている挑戦は全て人生なので、焦らない、答え合わせはまだ先っていつも思いながら活動を育てていきたいなっていうふうに思います。フィリピンスラムのファッションスクール、夢の扉が開きました。